バスクラ中、ユーホ中はコントラバスという形で入っていただけると。演奏者一人一人がそれぞれ音楽を解釈してきて、で一人一人が音楽を作って、でそれを指揮者が調整をしてっていう、大人だからこそできる演奏ができるっていうところがやはり一番達成感があるというか嬉しい気持ちになりますね。自分の中で一度やめようかなっていうことも考えたんですけれど、やめた時にやっぱりなんか自分の中で物足りなさを感じるんじゃないかなと思いまして、それだったらやるだけちょっとやってみたいなと思ったので、今年1年はちょっと通うっていうことを選んでやったんですよね。疲れたりとかして嫌だなって思う時もあるんですけれど、みんなで音楽を作っていく上で自分の納得のいくプレーができるとやっぱりやっててよかったなと思うので、その楽しさのためにちょっと頑張ってるっていう感じです。ごゆっくりどうぞ。若々しさがあったりとか、あとはシニアなんだけれども積極的に音楽に向き合っていくシニアの方がたくさんいらっしゃったりとか、とにかく積極的に音楽をしています。そこに我々シビックウィンドオーケストラの良さというのはあると思います。